よし、では、始めたいと思います。こんばんは、としきです。はい、リスペクトフォーファナティッククライシスへ、ようこそ。今日は滑らない枠なのでね、絶対滑らないからね。はい、というわけでですね、今日は非常にいつにも増して緊張しているわけですけども、ですね、ちょっと待ってね、ツイッターも確認しよう。今日はもう曲をいっぱいやりますよ。前回がね、ちょっとタナチューとおしゃべりがかなり盛り上がったもんでね、滑らないことに対して残念ですって、なんかね、アレピさんこんばんは、シミキャラさんこんばんは、イエーイ。今回からですね、1ヶ月間ちょっと夏の曲をたくさんやろうという企画を、考えましてですね、ファナティック伊勢崎さん以外のアーティストさんの曲もちょっとカバーしていこうかなと、この1ヶ月、まあ、夏をね、満喫していただければありがたいかなとね。ポカリスエットボイスらしいんでね、私の声はね、爽やかに皆様にお届けしたいと思いますので、まあ、今日は1時間なんですけどね、10時50分まで、お楽しみください。では、この曲はもう毎回やるつもりでいてます。もうこの8月の定番曲にしようかなと思ってます。オープニングナンバーはファナティッククライシスのカバーで、サマーエモーション、聴いてください。だけだよずっと夏の夜の匂いは儚くて好きだ。グラスの中の氷が溶けてく前にあなたに伝えたいことがたくさんあるんだけど、うまく言葉にはできないから、弾かれたまま真夏の夜に二人が溶けるまで、意味はなくていいさ今夜、風は揺れて時間を忘れ流されゆくままに、これからのことは明日決めよう。どんな風に見えてるの、胸に焼き付いた笑顔が離れない。どんなに季節が流れて遠い空の下でも、僕はこの日を忘れないだろう。弾けるほどになペースで遠かなるくらいに、飛ばしてもいいさ今夜、風に揺れて今宵はずっとフリーテンポのまま、寄せて返すあの波のように、
間を忘れ流されゆくままに It's love emotion このまま二人で その1曲目はファナティッククライシスのサマーエモーションでした。ありがとうございます。よいしょっと、録音してなかった。今日はちゃんとあのレコーダーを持ってきたんですよ。前回忘れたのね、あの反省点でね、反省したつもりが、まさかのね録音してなかったってことでね、1曲目おじゃんっていう。はい、いいっす、ありがとうございます。今日はもうそんなね、暑い日、暑いなんかこう、あれを吹っ飛ばす歌を皆様にね、お届けしていきますので、ね、よろしくお願いします。あの、本当はね、結構、あの、最近のね、ちょっとチャリンコの鍵が折れた話とかね、最近暑いっすね、みたいな話もしたいんですけどね、歌いたいので、歌います。ではでは2曲目はですね、ずいぶん懐かしい曲をやりますけどもね、皆さん、フィールドオブビューさんご存知ですかね。そんなフィールドオブビューさんの突然という曲を今回はカバーしたいと思います。超むずいんですけどね。違う、では、ちょっと懐かしい感じに浸っていただけたら嬉しいかな。では聴いてください。突然君からの手紙、あの日から途切れた君の声、今すぐ会いに行くよ、夏が遠回りしても、君
したね。誇りまみれになって時の経つのも忘れた。恋人よ君を心から大切にしたい。フィールドオブビューのカバーで突然でした。ありがとうございます、はい。まあ、今日もあのラジオ感覚で聞いていただければ十分で、ポカリボイスでポカリの CM、 あ、そうかそうか、これポカリの CM だったんですね。全然狙ってなかったですよ。全然知らなかったです。覚えてない。そんな20年前の話なんて、20年前の話なんて覚えてないよ。20年ですよ。実際はこの曲23年ぐらい前かね。もう昨日のことのような感じがしてるんですけどね。僕だけでしょうかね。なんか本当あの頃からもう何も変わってない気がするんですけどね。ではちょっと次はバラードでいきたいと思います。ストムさんの、ワンダーフォールに入ってる曲なんですけども、ではでは次の曲はですね、つとむさんの、ワンダーフォールライフに入ってます、向こう石という曲をやりたいと思います。では聴いてください。石できっと誰かも私と同じように生きる意味を探しているのかな。この海の向こう石できっと誰かも思いがけない出会いに胸を焦がしているのかな。抱きしめ合って慰め合って傷つけ合って秘密を分け合って手を取り合ってまた手を離して信じ合って信じられなくなって、それでもやっぱり君が好き。毎日が私の毎日が君と色をつけたんだ。こんなにも人を好きになることが少しね怖くなったけど、 I love you、I love you、 君を愛してる。
誰かもまだ見ぬ運命の人に思いを馳せて微笑んでるんだろう。この海の向こう岸できっと誰かも帰らぬ最愛の人を思い出して微笑んでるんだろう。人生は長く人生は短く人生は輝き岸でした。ありがとうございます。一番大事なところを間違えてしまった。ダメですね、もう緊張がね止まらないですね。本当にもう申し訳ない。いやー、なんでしょうね、あの毎週全然夏と関係ない話しますけどね、あの毎週こうやって歌わせてもらってますけど、あの本当にあの、まあ、別におごるわけじゃないですけどね、毎回毎回本当に同じテンションでやってることってなくて、いつもこう何かしら緊張したりとか、あのどうしようとか、まあ、でもこうやってる時はすごいこう入ってたりとか、いろんな感情の中でこう歌ってるんですけど、まあ本当にあの毎回、本当さっきも言ったけど同じことってなくてですね、あのなんでしょうね、もう本当に毎回がねライブ感あふれてて、もうすごいいい、まあいい緊張感なんですけどね。でもなかなかこういざやってこううまくいかなかった時のこう自分に対するモヤモヤとかがね、なかなかねもう完成することはないんだろうなと思いながらやってるんですけど一生懸命なのは、伝わってもらえたら一番そこがねいいと思いますけどね。一生懸命なんです、間違えてるけど一生懸命なんです。はい、よし、では次の曲はですね、リクエストをですね、夏曲いっぱい募らせていただいたんですけど、面白い現象が起こりましてですね、いただいたリクエストの9割5分がサマーエモーションだったんですよね。なので、毎回、やろうと、バスローマンじゃない、これバスクリーンです。私のバスクリーンです。はい、そうそう、で、サマーエモーションばっかりだったので、どうしようかなと思って、今日いろんな曲自分でも用意してきたんですけどね。でその中で今回アジアンカンフージェネレーションの夏の日残像という曲をリクエストいただきまして、ちょっとまあアジカンは初めてなんですけどね、どうなることやら、かつ聞いたことない曲だったもので、1週間これしか聞いてないっていう日々をねちょっと過ごしたんですけど、リクエストのご期待に応えられるようにですね、歌っていきたいと思います。では聞いてください、夏の日残像
して僕ら繰り返しそうさ、ささくれて溶け出す心、悲しみの脇は生まれない隙間、不純な手でその胸を焦がす、僕だけ残して泣かれて泣かれた仁王立ち寝たらめ強がりはいっそ夏の日残像を消さないで消えないで残像でした。いやー難しいね。やってることはすごい簡単なんですけどね、あまり自分が今までやったことのないテイストだったもので、やっぱイントロの再現度大事ですよね、このね。もうまずこれは絶対やらねばと思いながらね、あと感想のこのカッティミュートカッティングのところがねかっこいいですよね。リクエストいただきましてどうもありがとうございました。またあればよろしくお願いします。ふぅ、もうね今日すっごい胃が痛いこんなことになるとは思わなかった。びっくりですわ自分でもどうしようかな、どうしようかな。時間もう半分ですよ皆さん。じゃあここからちょっと
エンジン切り替えて切ない曲を立て続けにやっていきたいと思います。まずはですね、今日家を出る直前にリクエストをいただいたツイッターの方でね、ちょっとリクエストが飛んできまして、まあせっかくね夏なので、ストムさんの、同じくワンダーフォール、ラブソングスに収録されてます、花火やりたいと思います。これと揺らぎどっちやろうか悩んでたところにちょうどリクエストが飛んできましたということで、では、心を込めて歌います。心の
よ。ハイライトはいつも君が実はそのリクエストをもらってからちょっとアレンジを今回あまり気づかれないアレンジをしましてですね、ちょっと今までとは変えてきたんですけど、まあ多分説明しないとわからないっていうレベルのねアレンジをしたんですけど、まあその話はまた今度ということで、言われれば多分あなるほどと言っていただけるかなと思います。では、続きまして、ここまで 何やりましたん、ファナーのサマーエモーションとトムさんの、向こう岸と、フィールドオブビューの突然と、あとアジアンカンフージェネレーションで、夏の日残像で今これということで、次の曲、次はちょっと2曲続けて聴、いていただきたいんですけどもあ1曲できひんな今日、まあ次回かな。続きまして、ディーンの、君がいない夏という曲を聴、いていただきたいと思います。ご存知の方もいるかもしれませんね、初期の名探偵コナンのエンディングテーマにもなってたので、もしかしたらあーという方もいるんじゃないでしょうか。では聴いてください。夏の日をいつか
かは二人の胸に蘇る。少し大人になれる気がしてた。それぞれ違う道を選ぶことで、ああもう戻らない時を小さく祈っている。君がいない夏、あの声あの仕草が広がってく。言葉になんかできなくてもいい。こぼれた日差しに心が滲んだ。ああもう戻れない時を続けて、聞いてください、石津努さんカバーでひまわり。
君はひまわり、きっと今もどこか元気で笑ってる。君を思って歌うよ。2曲続けて聴いていただきました。ありがとうございます、ジュリさんこんばんは、サマエも、さすが夏代表、夏曲代表。そうですね、1曲目で、もう8月は毎回1曲目にぶち込んでいきますんでね。どうしようかな、微妙やな、もう1曲やりたかったな。まあ次に撮っておこう。というわけで、まずは、まずというか、なんていうか、8月1週目の夏曲特集は以上となります。いかがでしたでございましょうか。ラストライフやるんですけど、まあちょっとだけ時間あるんで、若干喋りますけども、次回ですね、次回はタナチューがまた来てくれますので、2人でまた夏曲だったり、夏曲だったりやります。はい。またその時にね、今日できなかった滑り芸の数々は見れるんじゃないでしょうか。はい、その辺もこうご期待ということでね、こういう気分にさせてあげますよ、はい、というわけで、じゃあ、今週はあっという間に終わっちゃった気がしますが、ではラスト皆さんで歌っていただければと思います。ちょっと待って、
し勝ち負けがあり優劣があるなら君と肩を並べて皆に唾を吐いてやろう。いつか遠い街で夢が果てても残るものはあるさ。たまには難しいことは忘ればかやろうぜ。愛するものを見つけるたびに嫌な自分を捨ててしまう。そんなものかもね。全てを知ることはできなくても全て捨てることはないさ。君のままに If life is overます。今日はね、まだピカピカしてないんでね、なんとなく気持ちに余裕を持ってできた気がします。最近なんかやってる途中でピカピカ光ってっていう感じでやってたんでね、せよとせよはしなかったかもしれません。はい、というわけでなんか僕の中では10分ぐらいで終わった感覚の、今日のニコ生でしたが、皆様いかがでしたでしょうか。先ほどもお伝えしましたけど、また来週はタナチュー来てくれますんでね、楽しみにしててください。ちょっとコメントだけ拾って終わりたいと思います。アレンジ変えたイントロ、あさすがお目が高い、よくお気づきでございますね。前回からちょっとアレンジ変えてみたんですけど、いかがですかね。ちょっと原曲っぽくやってみたんですけど、まあ、あれも定着させていてね、毎回やってるライフもどん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 パワーアップしてね、皆様の心により届けばいいかなと、そんな気持ちで歌わせてもらってます。はい、でそんな歌をですね、11月11日にですね、この画面を飛び越して生でやるぜってことで、もうちょこちょこブログとかには書いたんですが、11月11日日曜日ですね、大阪市内なんですけど、上本町スタークラブとかな、そこでライブをさせてもらおうとなりまして、今回はバンドでライブをするということでですね、早くもちょっとこの間行きますよっていうお言葉をいただいたりもしたので、ぜひぜひここに来てる皆様もね、ちょっと足を運んでいただけたら嬉しいななんて思うんですけどね。どんなところ？ピカピカした、もう終わらなきゃな。どんなところというとね、9月に去年の9月にワンマンやったじゃないですか。あれをもうちょっと広くした上で、かつもっとムーディーにした感じのライブハウスです。
全員今回清掃でいきますんでね、ちょっとカチッとした我々もちょっと見ていただけるんじゃないかなと思います。では、8月もね始まったところですが、来週も夏曲特集やりますので、よろしくお願いします。では皆様ね、まだまだ暑い日が続きますので、熱中症などねならないよう気をつけて、また1週間頑張っていきましょう。ではまた来週。ありがとう。